こんにちは私も契約している楽天モバイルの楽天アンリミット月額利用料が2,980円でデータが無制限で使い放題です。また楽天の専用アプリを使えば通話や SMS も無料です。しかも1年間は月額利用料が無料となります。こののような楽天モバイルの低価格戦略に対して A. U. やソフトバンクがそれぞれのサブブランドである。ユウキューモバイル、ワイモバイルのプランを見直すことで対抗してきました。今回はこの件についてお伝えします。今年四月に携帯電話事業に本格参入にした楽天モバイル。大手三キャリアよりも大幅に安い料金体系をぶつけてきました。安い料金を売りにして、大手キャリアの画城を切り崩すことが狙いです。 しかしこれに対して大手キャリアも黙って見ているわけではありません au は UQ モバイルのプランを見直しソフトバンクは Y モバイルのプランを見直しました UQ モバイルのプランの見直しは6月 Y モバイルは7月から変更になりますまずはこちらの表をご覧ください楽天モバイルですね月間通信料 自社回線無制限パートナー回線は I.U. になりますが5ギガバイトです。月額利用料は2,980円です。通信量超過後の通信速度は1メガビットセックになります。えー、続きまして UQ モバイルですね。えー、月間通信量は10ギガバイト。月額利用料金は2,480円。えー、通信量超過後の通信速度ですけれども。 もともと3 0 0 k ビットパーセックだったんですけれども楽天モバイルと同様に1ガビットパーセックに変更になりますそして次に Y モバイルですね月間通信量もともと 9GB だったんですけれどもこれを 10GB に変更をしますまあこれは有給モバイルに対抗したのかもしれませんねそして続いてですね月額利用料これは2百8 0円有給モバイルと同じです そして通信量超過後の通信速度ですけれども 128kbit パーセックから1メガビットパーセックになってますこれも楽天モバイルと同じになりますこれらのプランですね注目すべき点なんですけれども通信量超過後の通信速度になります各社ともですね1メガビットパーセックになっています この速さの通信速度ですとね410 p ぐらいの標準画質でも十分に視聴ができますもちろんホームページのネジランとか sns も問題なく利用ができますつまり1メガビットパーセックの通信速度ならほとんど無制限でデータが使えるのと変わりがないということですこうなると楽天モバイルの無制限があまり魅力的に思えなくなる人もいるかと思いますなぜなら 通信速度が 1Mbps でも十分な使い方をしているなら楽天モバイルの楽天アンリミットはあ過剰品質になってしまうからです一方楽天モバイルの楽天アンリミットですが現在ほとんどの地域で au のパートナー回線しか使えませんですので当分の間は通信量 5GB で通信量超過後の通信速度が 1Mbps となります UQ モバイルや y モバイルに比べると通信料金があ高額になっていますので えー、UQ モバイルや Y モバイルの方が魅力的に思えますさすがに UQ モバイルやあ Y モバイルはいいところをついてきているなと思いますいかがでしたでしょうか楽天モバイルの楽天アンリミットに対抗して、えー、新たに出てきた UQ モバイルと Y モバイルのプラン一見地味なプランに見えるのですがあ実際よく見るとですね、かなりインパクトがあります 今回の変更で注目されるのは今後の楽天モバイルの対応ですねしばらくは推移を見守るとは思いますがもし契約数がそれほど増えていかなければさらに大きなキャンペーンを開始したり場合によってはプランの見直しをしをてくるる可能性もあると思います。そして楽天にとってですね何よりも重要なのが自社回線エリアの拡大です。現在、首都圏や、 大阪県などでは楽天回線エリアとなっているようですがそういう地域でもパートナー回線に切り替わってしまうこともあるようですまた地方ですとほぼパートナー回線しかつながりませんこれが1年後の月額利用料があ無料期間を過ぎてしまっても続いてしまうなら多くの人は楽天アリミットから離れていくと思いますなぜなら 5GB で月額利用料が2 9 0 8円だと割高になってしまうからです 私も来年3月ぐらいまでに自分の住んでいる地域で楽天自社回線が使えないなら開発すると思います。なので、えー、楽天としてはですね今からあ約1年後が勝負だと思います。このままエリア拡大が進まないなら楽天はかなりピンチになると思いますからね。楽天がどんな手段で対抗してくるかあ注目したいと思います。今回の動画はこれでで終わりりす。ごご視聴ありがとうございました。